英称王は、金の第七代皇帝。女神名は、かな官名は上積後長積殺害後に帝位を廃されたため、皇帝としての死亡はないが、即位前の英王の位に復して、章と送りなされた。すなわち英称王とは、英の称王である。第五代皇帝の清掃の七男。同母兄は、帝王院等。同母帝は、王院徳。 父の清掃の存命中に、東王に封じられ、老いの招集により、王、漢王、さらに上腕二年に、英王に封じられた。この頃、イボ兄の信高大志子土河原が皇帝位を追贈されたために引きし、官名を英へ渡ると改めた。長身の美男子で質素な人物としての評価がある。一方で、暗愚な一面も認められる。招集の命により、 モンゴルへの聖師として、喪失の副教を福祉に従えて、モンゴル平定直前のチンギス艦の元へ赴いた際、カナアの要望を見たチンギスは愚鈍であると言い放ち、わざと、ハテナワを無視して、福祉の副教に対応し、越見が終わると、自らの幕者に帰った。かつてない屈辱を受けたハテナワ基調後、昇州に対して、ノアラで野蛮な、モンゴル族を滅ぼすべきであると直訴している。 昇州が放御する間際、六人の巫女を溶接させていた。昇州は、親密で年齢が近いおじである果て縄を後継者に指名して放御した。こうして、金輪は皇帝に即位することとなった。栄養即位の方を聞いたチンギスはそれを吉報とし、旧敵の金を滅亡させる後期であると考え、遠征の準備に着手した。なお、チンギスは、 守る王即位を聞いた際に中国の皇帝は天上の人がなると思っていたが守る王ごときでもなれるとはあんな愚か者に何ができるかと言って南に向かって唾を吐いたと今に伝えられているまたカナワもモンゴル軍の来襲に備え準備を整えた大安三年春チンギスは本拠地に二千機ほどを止め残るモンゴル軍全軍を率いて近衛星に動き出した 騎兵の持つ長所を最大限に活用し、河北地方を縦横無尽に駆け回るモンゴル軍の侵攻に対して、カナアは有効な対策が取れずにいた。カナアは、定説将軍に命じて、モンゴル軍侵攻の防御に当たらせたが、定説をはじめ金軍は敗北、壊滅した。また、領の旧僧族であった、吉丹人のやりつとめ歌が自ら、領王と称して、モンゴル軍に交し、 無本を起こしている。イタルヤス元年8月、敗戦責任を追求されることを恐れた、将軍コサトラの兵乱により、カナワは遊兵された。翌月に、コサトラの命を受けた宦官の利用網中によって、カナワは毒殺された。政権を奪取したコサトラは、海、両王の霊に習い、カナワの帝王の剥奪を計画した。朝廷内には、 かなわに同情的な勢力が存在することから、東海軍港への降格が決められた。しかし小サトらが殺害された後の定有4年、即位直前の栄養に服されて、将の死後が追贈された。英将王の娘である高圧志向主は、定位を継いだいとこの戦争の命で、モンゴルへと、欠かした。皇太子であったこの術と無は、 父が毒殺された後も20年間遊兵され、続けたが、天根京3年の金滅亡時に、モンゴル軍によって処刑された。ありがとうございます。